琴音が、いつも、嫁に行ったからって、血のつながった親子が一番なんだから。義理の親相手にお産丼なんて、時代錯誤も甚だしい。って乙女に言われまくってて。盆正月どころじゃない勢いで、しょっちゅう里帰りしてる。なので、私も夫も、私は、正月には、自分の実家に行くつもりでいたんだよね。でも、結婚して初めての正月だし、お互いの実家にバラバラに。ってのも味気ないので、夫と一緒に家でゆっくり過ごすと決めてた。実家は、2日か3日あたりに、日帰りで顔出せばいいよねって。そしたら、昨日、おせちの準備があるから30日から来て。って言われて、すげびっくり。夫との連絡が取れてないのかと思って、予定を説明したら、それは聞いてるけど、まさかあなた、本気で来ないつもりなの。って言われた。最初思わず、夫め、連絡をめんどくさがったな。快諾してたって嘘ついたな。って思ったんだけど、夫には、いい顔して、裏で私に、私はいいって言ったのに、うちは、自発的に嫁が来て、ってやりたいんだなって気づいたら、超イラッときた。琴音さんはどうなさるんですか？って聞いてやった。あの子ならもう来てるわよ。だと、琴音さんが、ご主人の実家のお手伝いに行くならわかりますけど、どうして私は？いつも、嫁に行っても、自分の実家を第一にって、琴音さんに言ってますよね。当然、それが、そちらの方針なんだと思ったんですけど、違うんですか？それとも、琴音さんは良くて、私はダメってことなんですか？それはどうしてですか？とにかく、自分たちを第一にって話なら、普段から、そうはっきり言ってほしいんです。普段は優しいことばかり言って、いざとなったら本音が違うんじゃ、混乱します。で、どうお思いなんですか？って、思いつく限り問いただしてみた。つうか、普通に、その辺がわかんないから、きっちり聞いときたいしね。外面が良くて、悪いことをはっきり要求できない偽善タイプなので。別にそういうつもりじゃないわよ。あの子がそうしたいって言うなら、まあいいわ。とか、歯切れ悪い感じで話が終わった。琴音は察してちゃんで。あれ？困ったなぁ。どうしたらいいかなぁ。イコール、あんたがやって。というタイプ。とめは、裏表の激しい偽善者型。そして私は直球ストレート型。もちろん会うわけがない。結婚から一年弱、お互いにオブラートが溶けてきて、ついに、真正面からぶつかったよ。義実家の正月は、私の悪口三昧だろうな。別にいいけど。ああ、ついにやってしまった感より。ああ、すっきり。の方がずっと大きかったので。ここらでやっといた方が良かったんだろう。